阪神村上、酔った勢いで立浪を煽るわらわら。優勝日の深夜に投稿されたストーリー。おバカさん。くさ。いかんでしょ。こんばんは、おバカさん。おにぎりにしとけよ。ドーナツだからセーフ、おにぎりだったらアウト。ミスドやからセーフやろ。夜道はあるかない方がいいな。いやそこは米食えよ。本拠地やのにホテルに泊まっとるんか。インタビューラッシュやから甲子園近くのホテルやろな。深夜テンションでいじっちゃあかん人いじっちゃったか。試合で気をつけろよ。巻き込まれる森下。タッフ、こいつはおもちゃじゃねえぞ、つちゃ。優勝チームがチュニドラ人気に便乗とは情けない。優勝の話題を立浪続投で吹き飛ばす。今の若い選手は物おじしないな。村上の性格よく知らんかったけど岡本があいつはヤバい的なこと言ってたのガチやんけ。森下かわいいな。